am bestie. Bestie. I am bestie. どうも白石秀典と Z ちゃんです。はい、ですね、今日は4月の20日土曜日、はい、現在朝の9時22分でございます。はい、まだ愛媛県松山市におります。これからですね、京セラドームの方に向かいたい、大阪に向かいたいということなんですけども、はい、待ってください。こちらこちら、お友達のご厚意でいただいたライトスティック、はい、こちらこちらですね。こちらの方、なんとそのお友達、なんと心優しい、うん、電池もつけてくれたんですが、はい、まあ、うなぎパイもつけてくれたんですが静岡のベスティさんなのでね、うんうんうん、なんとこちらもね、ちょうどスポット入るサイズのケース、うん、入れもんケース、これもいただいたんですね。はい、となるとですね、これ僕がね、購入したこちら、うん、こちら、うん、刺繍ステッカーですか、シールとして装着もできるし、アイロンでもいける、もしくはちょっとね、外れそうだったら糸で縫い付けてくださいというものなんですが、こちらね、これをケースにつけちゃったらいいんじゃないかと、これ Z ちゃんからのアイディアなんですね。ただね、考えてください、これ僕が買ったんですよ、うん、こういうことですか、贈呈ということですか、はい、はい、はい、そういうことなんですね。はい、皆さんわかりますか、これでもいいアイデアなので、こうしていきたい。どこにつけます、なんか端っこの方が可愛くない、こうやるでしょ、こう持つんでしょ、はい、こう持ってますよ。俺だったらこうだな、まあ好きなとこにつけましょうか。真似すんなよ。真似しないよ。じゃあつけていきたいと思います。はい、普通に貼るだけでいいの、本当はアイロンとかの方がしっかりするってこと。ただアイロンはこれの素材がダメだと思うよ、溶けるってこと、うん、最終じゃあもう固定具合弱かったら糸でやると。私なんて端っこ、端っこっていっぱいあるからね、どういう意味だろうね。ここです。はい、大丈夫かな、本当にこれで固定されるのかな。すぐつけれるけん縫い付けましょうか、なんか心もとないな、うん、はい、私できましたよ。はい、ではせーの、てでー、はーい、まあ基本多分ね、 Z ちゃんがつけてるとこオーソドックスか、あんま動かないとこ、僕は結構動くとこなんですけど、上につけたらおしゃれかなと思ってやっちゃいました、うん、というわけでこれでちょっと心もとないときはちょっと縫っていこうかなと。とりあえず今日はまあこれでいけるんじゃない、これ結構いってるよ、うん、うん、割と結構張り付いてるね、うん、確かに。これでちょっとライトスティックも入れていきたい。ちょっとこれライトスティックから入れてからやるべきだったかもしんない。あ、ちょっとモコついてる、モコついてる、あーね、そっちの方がいいね、逆にしよう、逆に入れよう、うん、ライトスティックの向きを変えれば多分解決しそう。で向き的にはさ、やっぱその Z さんの方が正解じゃない。こう、まあまあいいか、あ、いいじゃん、いいよ、はい、はい、これを持ってですね、会場の中でアプリケーションで設定して、こう僕たちも演出の一部になれるということです、うん、ございます。というわけで気をつけて京セラドームに行ってきたいと思います。